バドミントンのジャパンオープン、20から25日の前日会見が19日に試合会場の横浜アリーナで行われ、パリ五輪混合ダブルスで2大会連続銅メダルを獲得し今大会を最後にペアを解消する渡辺優太、27、東野有沙、28、グミ、ビプロジー、ラが意気込みを語った。渡菓子の2人は福島、富岡一中時代に初めてペアを組み13年目。 16日にペア解消を発表した。渡辺は、東京五輪が終わった時にパリ五輪が集大成になるという感覚で二人はいたと決断に至ったいきさつを説明した。今後は共に新しいパートナーと再出発する。東野は桜本綾子、29イコールヨネックス、と組んで女子ダブルスを主戦場とし、難しい挑戦になると思うけど、ロス五輪を目指して頑張ると4年後のロス五輪を目指す。 渡辺は引き続き混合ダブルスで活動する意向だが、見通しが立っていないところがあると新パートナーは明言しなかった。9月の全日本社会人選手権は田口マー18イコールアクト最強、とのペアで出場する。渡菓子として最後の戦いとなる今大会には連覇がかかる。渡辺は、混合ダブルスを引っ張ってこれたと少しは思っているので、 それに恥じないゲームが最後にできたらいいと力を込めた。